石川薫石川薫は日本の科学工学者、工学博士、東京大学名誉教授、武蔵工業大学元学長、東京都出身。1928年に東京高等師範学校付属小学校、1933年に同付属中学校を卒業。付属中の同級生には中村光雄、島田秀夫、小川平四郎などがいる。 日本の品質管理の父と称され QC サークル活動の生みの親。日本における品質管理、特に TQC の先駆的指導者の一人である。1962年、雑誌、現場と QC を創刊。職場内で小グループを作って自発的に品質管理活動を実践していくことを提唱し、この小グループを QC サークルと名付けた。また、 クレーム事項に関連する多数の要因をマッピングする手法の一つ特性要因図を創案した。品質管理は教育に始まり教育に終わるとの名言を残している。旧経済団体連合会所代会長の石川一郎は父。鹿島建設会長、日本商工会議所会頭の石川六郎は弟。ありがとうございます。